四万十川にある家地川ダム四万十町は高知県西南部に位置する町。高岡郡に属する人口一万六千二百十九人の町。四万十川の中流に位置し、東は太平洋に面し、北西部は四国山地を挟んで愛媛県と境を接する。山地河川湾岸四万十町役場級庁舎、新町発足後は町役場をモグ市町に置いていたが、 2014年5月7日、琴平町に移転した。首長町議会衆議院海外主力となる産業は、農林水産業、観光などである。町内にあった四万と農業共同組合は2019年から、高知県農業共同組合に統合された。特に生姜は、日本有数の生産量を誇る。水産業では、小室漁港、浦文漁港があり、町の沖合では、 シーラ漁が盛ん。飲食関連の産業としては、焼酎製造の無手無感と、日本酒クラ元の文本酒造がある。放送局中継局高知、県立四万十高等学校久保川駅、空港路線バス高速バス高速道路、国道県道港湾岩本寺高岡神社佐川橋、四万十町等は、小のぼりの川渡し主な祭事主な祭事サッカー。ありがとうございます。